ねえ、どういうこと？久しぶりにみんなで会おうってオーランドから連絡が来たんだけど、それをどうしてここの店長さんがわざわざ迎えに来たのかしら？それは後で説明するよ。とりあえず来てくれてありがとう。それよりみんなは？どうしてあなただけ？実は俺が呼んでもらったんだ。どうしても話したいことがあって。電話しても繋がらなかったから。それで何？終わった話もうしたくないの。わかるわよね？わかってるよ。でもどうしても聞いてほしいことがあるんだ。なんだかな。なに？ほんとこれで最後にしてね。全部幻だったんだ。え？何が？浮気してたことだ。は？浮気相手なんていなかったんだ。何のつもり？今更そんな言い訳。信じられなくて当然だと思う。だけど嘘じゃない。浮気なんてしてなかったんだ。何言ってんの？真剣な話なんだ。頭がちょっとおかしくなっちゃって浮気したって思い込んでたっていうか、自分でもこんなことありえない話だって思うよ。実際自分でも分かんなくなって、あ、これはこれでやばい話だけど。ちょっと本気で言ってるの？本当のことなんだよ。全部俺の幻覚だって仲間や店長が教えてくれたんだ。そんな話信じられるわけないじゃん。分かってる。でも誤解されたまま終わらせたくなかったんだ。だから呼んでもらったんだ。嘘でしょ？そんな、だって私たちそのせいで。嘘よ。嘘じゃないぜ。ジョニー、オーランド、久しぶりだな。キャサリン、悪い。気にすんな。こんな話誰だって最初は信用できねえって。ああ、あの話をエリカから聞くまでは俺たちもそうだった。え？それにこいつが本当に浮気をやらかしてたんなら、こんな協力してやるもんかよ。幻のことでしたら私からもご説明する所存でして。店長さん、何なの？どういう？実はな、全部本当の話なんだ。信じてくれ。キャサリン、任しとこうぜ。けど妄想とはいえ気持ちは浮気してたのと同じだ。すまない。これだけは許されることじゃないと思ってる。そうだよ。やっと目が覚めたんだ。これからの人生が不安だった。周りから勝手に決まってっちゃう気がして、いろんなものに流されて自分のことだけで精一杯だった。だけど君に振られて分かったんだ。君がいなかったら何の意味もないんだって。なんで今更そんなこと言うのよ。もう後悔したくないんだ。君を一生大事にする。俺と結婚してくれ。愛してる、キャサリン。急に何よ。すぐじゃダメなら、いつなら。そういう話じゃないでしょ。
一応考えてはみるけどさ。考えてくれるのか。そっか、よかった、本当によかった。ちょっと何勝手に喜んでんの。だいたい今の話だってまだ。よかった、本当に。何よ、もうっていうか信じらんない。はい、皆さん、いかがでしたでしょうか。またお会いすることができましたね。恐ろしい悪夢からの完全脱出、見事な技でヴィンセントを導きましたね。悪夢の仕掛け人、魔人アスタルトも舌を巻く素晴らしいプレーだったわ。ところで、実はこの作品、プレイの様々な場面である価値観を問われていたことに気づいたかしら。秩序に従って堅実な生き方を望むのか、逆に刺激に満ちた奔放な生き方を望むのか、悪夢の中でアスタロトは言っていましたね。階段の上り方に決まった正解はない。ヴィンセントを毎晩苦しめたあの階段は、もしかすると彼を本心と向き合わせるための大人への階段なんて言えるのかもしれませんね。そしてラスト、意を決して恋人に復縁を迫るヴィンセント、それに彼女はどう応えるのか、ドキドキしながら見てまいりましたが、ヴィンセントの必死の説得に戸惑いながらも最後は微笑みを返してくれましたね私に言わせると、彼女ったらちょっと優しすぎる気もするわね。でもこれって悪夢の体験の中でヴィンセント自身が答えを見つけたからかも。それが本当の答えとして恋人に伝わったからかもしれない。もしかしたらそういう気持ちがどれくらい彼女に伝わるかで、これからの二人の未来も決まっていくのかもしれませんよ。さあ、プレイされた皆さんはこの結末どうお感じになったでしょうか。この二人、このままうまくやり直せるといいんだけど、多分大丈夫よね。ここまで彼を導いてこられた皆さんもちょっと心配に思ってるかしら。じゃあお話もうちょっとだけ先を見てみることにしましょうか。ゲームって本当にいいもんですね。それではまたご一緒に楽しみましょう。ドレス、どのデザインにしよう。白って普段は着ない色なんだよね。私似合うかね。何でも似合うさ、君なら。まあね。あ、そうだ。結婚式、誰を呼ぶか決めた？私の方はほとんど決めたから。ああ、そっか。決めてって言ったでしょ？あ、ごめん。すぐ考えるよ。あとは、あのさ、キャサリン、そろそろ、と言って。こっちもいいじゃん。困るな。悩む。私じゃないよ。なあ、何か食べに行かない？うん、別にいいけど。呼ぶ人、今日中に決めてよ。わかってるって。よし、いつものとこ行く？じゃあ早く行きましょう。人気のケバブなくなるわよ。わかったから早くどいて。え？何よ、あなたが。